札幌に5個か6個しかない道場のうちの2店舗をジャングル屋さんがやってるってこと。そうですね。なんか一番最初にこう物件見るじゃないですか、うん、何もない状態、うんうん、まず更衣室から考えるんですよ。マットスペースじゃなくて更衣室から考えるんです。なんで村屋さんって道場始めたんですか。道場始めたきっかけは子供ですね。子供はキッズ。本業があるんですよね。本業はそうです。本業は何なんですか。肉屋ですね。肉屋さん。おかちくさん。おかちくさんですよ。これがまたびっくりじゃないですか、これ。お疲れ様です。お疲れ様です。村屋さんです。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。いや、もうあの、札幌最高ですね。本当ですか。いや、北海道最高ですよ。3日前か。土曜日の夜から来させてもらって。日曜じゃないですか。日曜か。日、月、火と、お世話になっておりまして、本当にもう何から何まで村さんありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。やっぱ北海道で柔術やるっていうこと自体僕初めてだったし、その北海道って今どんな感じなんだろうっていうのはすごい気になってたんですよね。はいはいはい。で、びっくりしました。この人数の多さに。はい、なんでこんな多いんですか。まあ、遺跡の人は結構多いですね。ああ、他の道場から。うん、そうですね。まあ、もちろん、うちから始めた人も結構いるんですけど、うん、やっぱ、遺跡の人が増え始めてからかなり、こう盛り上がっ、参加人数とかも増えるようになってきてます。実際その、どうなんですか、北海道って、柔術の道場って多いんですか。今で5個か6個ぐらいあると思うんですね。あ、札幌だけで5個か6個で、うん、まあ、主要都市に1つずつあるかな、くらいな。それって多くなった感じですか。多くなりましたね。僕が始めた時はもう札幌2つしかなかったし、うん、あとは地方だったら函館とか、うん、旭川とかそんな感じでしたね。なんか東京に住んでる身からすると少ないなと思いました、はい、それでも要は多いっていう感じなんですね。なんかまあ増えてる最中って感じですよね。な感じです、うん、増えてる最中な気がする。よくそのアメリカの流行ってるのが10年後にタイムマシンビジネスみたいに、うん、アメリカの10年後に日本に来るって言われてね。で、柔術が多分今東京とかは盛り上がって増えてきてるけど、はいはい、まあ、10年前のアメリカの現象に近いんじゃないかな、はいはい、で、僕もそれぐらいにアメリカ行ったことあって、もうその時にからやっぱアメリカもめちゃくちゃ盛り上がってて、日本はそこまで盛り上がってなかったんですけど、で、ここ10年で盛り上がって、で、東京で盛り上がったのが地方にこう流れてってる感覚はありますよね。だって室谷さん今回アルマファイトジムのベースね、いただきましたよこれ。2店舗目ですよ。そうですね、2店舗目。すごくないですか。2店舗だって札幌に5個か6個しかない道場のうちの2店舗をジャングル屋さんがやってるってことですか。そうですね、これからまさに今日の10時から普通にスタートしてました。今日の10時からスタートしてますよ。これアルマ、これ村屋さんがデザインしてる。これもこのロゴは違う、作ってもらったんです。あ、そうなんだ。さんの先輩に作ってもらって、でもね、基本村屋さんがいろいろデザインもやってて、これとかはそうですね、自分で。これとかかっこいい。アパレルとかもほぼ昨日行ったローザの、今多分これ映ってると思うんですけど、それは村屋さんがデザインしてるのほとんど、はいはい、そうですね。そういうのもやれると。で、今回のローザのロゴとかも、まあ、村屋さんが作ったっていうところで。なんで2店舗目行ったんですか。なんかなんとなく探してた感じですよね。あ、物件を？物件を。で、やっぱ最初に結構断られたりとかするじゃないですか、うん、やっぱり。どうしてもなんか結構あるあるなんですよね。格闘技ダメみたいな。そうです、格闘技ジム探すと。これってどこの地域でも同じですよね。あ、そうですね。格闘技っていうだけで門前払い食らうみたいな。で、なんかまあ、いいとこあればいいなとか、場所とかも結構いろいろ見たりとかしてたんですけど、うん、結構いいとこまで行って断られるみたいなことやっぱあって。で、まあ今回ね、完全に犬木。犬木、格闘技ジムの犬木っていう、はいはいはい、特殊な例だったんで、これは今行こうみたいな感じでなって、って、はい、いいな。2店舗目なんで出そうと思ってたんですか。人が増えてきたっていうのももちろん、うんうん、まあそう。ただ目的としては、うん、こう散らしたくなかったんで、うん、新しい顧客をこう獲得しに行こうみたいなところですね、うん、エリア的な。あ、そっか。だから今最初に作ったアルマファイトジムベースと今回新しくできたローザはちょっと遠い。そうですね、うんうんうん、車だと30分ぐらいやっぱ離れてるんで、でなおかつ今ベースの、まあ、新小鳥っていうところにあるんですけど、はい、やっぱ車で来る人がほとんど、うんうん、でローザは今度地下鉄の沿線上にあるんで、あ、まあ、車持ってない人もちょっとアクセスしやすい。電車で来れる。そうですね。あ、そっか。そういうのもあって新しい場所で同じこうやり方で、そうですね、やればやれるんじゃないかな、はい、でローザができましたと。両方とも昨日僕行かせてもらってクラスもやらせてもらったんですけど、まずね広いっすね、やっぱね。あ、
ジムが。やっぱこう、田舎ジムあるあるです、ね。いや、これはやっぱ強みですよ。いや、だって都内でこれ同じようにやったら、これもうどんだけお金かかるの家賃みたいな。例えば物販コーナーとかもあるし、はいはい、事務所みたいなとこもあるじゃないですか。はい、あそこも広いし、うん、更衣室もやっぱ広いじゃないですか。はい、更衣室広いです、ね。いや、広いんですよ、両方ともね。両方とも広くて。まあ、この快適さあったら、まあ、会員さん喜ぶよねって思いました。で、あとやっぱ綺麗ですよね。はいはい。どうしてもまだやっぱ地方の道場とかって、まあ、言ったらちょっと汚いとことかあるじゃないですか、うん、ありますでももう両方とも行かせてもらいましたけどやっぱめちゃ綺麗じゃないですか、はい、おしゃれ、はい、あれは村田さんどういう意識というかでやってるんですか。なんか一番最初にこう物件見るじゃないですか、うん、何もない状態の、うんうん、で何もない状態でまず更衣室から考えるんですよ、マットスペースじゃなくて更衣室から考えるんです。それ面白い。え、なんでですか。いや、やっぱ更衣室ちゃんとしてないと、うん、例えば初めて来た人が更衣室ない道場、うんうん、やっぱあるじゃないですか、まだ。ある。場所的にも、うん、カーテンだけで仕切ってるとか。ある。でも、更衣室、え、ないんですかって、多分なると、僕だったらなるんですよね。うんうん、そう。だから、まず最初に更衣室の場所を、どこにするかから決めるんですよ。めっちゃ面白いですね。はぁ、あ。そうして、あ、じゃあここ更衣室にしようって、じゃあこうこうこうやってやろうってなって、じゃあそっからマットスペース、じゃあこのぐらい取れるよね、とか、うん。要は、新ことになったら、筋トレスペースだったじゃないですか。うんうん、あれはもう、ちょっとじゃあマットスペース少し削るけど、まあ、これぐらいだったら筋トレスペースも作れるな。そう。いや、なんかね、僕、更衣室の広さに結構驚きでした。あ、広いなと思って。なんか、所狭しとこう、なんか、かわしながら着替えたりとするのとか、うん、なんか嫌じゃないですか。多い、多い。はい、多いですよね、やっぱ。キュンキュンになって。なるほど。そっかそっか。その発想なかったな。で、中もね、やっぱすごい清掃。僕、行かしてもらって、会員さんが多いなとか、はい、この道場盛り上がってるなっていうところ、どこもやっぱ綺麗ですね。まあ、当たり前なのかもしれないですけど、まあ、そのやっぱ当たり前ができてない、ところが多いからこそそこはめっちゃ感じるんですよね、はい、それって結構意識してますやっぱ意識してますね、うん、僕柔道出身なんで、はい、なおさらなんかこう、うんうん、なんか掃除してないような畳で、うん、練習柔道場ねあるあるですよねこれってやっぱ集まらないきっかけの一つだよなみたいな、まあ、ポイントだよなって思っちゃうんで、はいはいはい、まさに、うん、だからアメリカって多分柔道のイメージがそういうのないと思うんですよ、うん、から柔術も割と入りやすいと思うんですよ。なんかかっこいい武道みたいなイメージで一回出るけど、ね、日本は多分その柔道のイメージが強すぎて、やりづらい人は多いのかなと思うんですよね、うん、そっか。だから室屋さんは柔道の経験もあるから、まあ、綺麗にしてやってた方がいいんじゃないですか。そうですね、うん、いや、おしゃれだったんだよな。なんか、シールとか。シールですか？いっぱい貼ってあったりとか。ああ、はいはいはい。あの中の、絵ってあれ、村屋さん描いてたんですか？あ、あれは、タブーワンっていう、グラフィティアーティストが。あ、に描いてもらってたんですか？そうです、そうです。お肉のやつとか？ブッチャーズ？あ、ブッチャーズは、ね、自分でやってます。あ、そうなんだ。ブッチャーズは自分でやってて、タブーワンの 絵が、グラフィティアーティスト。うんアーティストにやってもらってやってもらってあのスプレーでってあそうですあそっかそっかスプレーアートがすごい。なんかそのセンスがすごい。なんでどういうとこからそのセンス入ってるんですか。やっぱバンドやってまあ今もやまた始まったんですけど、うんうん、15年ぶりに復活したんですけど、こうパンクとかハードコアっていうジャンルなんですね。はい、そうそう。でそういうルーツがまあそこに根底にあるんですよ。やっぱこう、うんまあ、不良の音楽というか、うんうん、路地裏ミュージックみたいな、はいはい、パンク系とかね、はい、だから壁にもう落書きみたいな。グラフィティって結局落書きなんで、うん、その文化が入ってる。そうですね。サブカルチャー。サブカルだ。同じサブカルとしてそうですね参考にできる、うんね、もうとことんサブカルしようみたいな。はい、いやそれめっちゃ大事だよなそうなんです。結局柔術ってめちゃくちゃサブカルチャーだから、うん、同じサブカルチャーのものとミックスさせるとめちゃいいですよね。いやそうなんですよね、うん、いやそれめちゃくちゃ思うな。逆になんかメインカルチャーの方に入らなくてもそのサブカルのなんかニッチな人知る人ぞ知るところの部分を強めていった方がいいですよね、はい、そっか。うまくいってる道場ってめっちゃ理由ありますね。そこまで考えられてるっていうのは全然僕想定外でした、ね、なんか小さい頃からそういう文化に触れるのって結構なんか感覚とか大事な気がするんですよね、うん、なんかこれ極端ですけど、うん、例えばタトゥーいっぱい入ってる人がうちの道場とかもいるんですけど、うん、子供たちが小さい頃からそういう人に触れて、うん、もしかしたらタトゥーアーティストになるかもしれないじゃないですか、うん、間違いない、はい、それってこう、まあ、アーティストなんで表現者というか、うんうんうんまあ、バンドマンになってもいいし、はい、DJ ブースも実はあるんですよ。どこにあの筋トレルームの中に DJ ブースだった。マジっすかすごいっすね。来るんすか DJ。 いや DJ 来るっていうか、まあ、なんかレコード持ってる人が勝手に回してたりとか、自分たちで持ってきてあのターンテーブルいじったりとかしてたりとかする、めっちゃかっこいいっすね、そういうのもやってるんですか。そういうのもしてますね。
なんで村屋さんって道場始めたんですか？道場始めたきっかけは子供ですね。子供はキッズをやりたいというか、はい、前のジムにいた時に子供と一緒に練習してたんですね、うん、子供と一緒に練習してて、で2017年の全日本キッズに連れてったんですよ、一人、はいはいはい、長男を、ね、長男、はいはいはい、でその時に、まあ、まだキッズの大会なんてもちろん行ったことないんで、うん、会場入ったらもうチームで何十人っていっぱいみんないるわけ、そこそこそって、うん、でそれ見て、あ、これはやばいと思って、で息子の顔見たらもう緊張、そう、もう飲まれてそうっすね、だって北海道で一人でお父さんと行って、そうっす、いや要は次男と長男と二人でしか練習したことないんで、あ、そっかそっか、そうです、慣れてないんだ、で次男なんてまだ4歳とか、うんうん、で長男もまだ年長さんなんで小学校は会ってないし、行ったらもう瞬殺されて、あ、これはちょっと練習仲間を探さなきゃダメだと思って、あ、その時はキッズ柔術なかったんですか？なかったっすね。え、なのに試合出たんですか？なんか出てましたすごいっすね、はい、もうなんとかなるだろうと思ってえ、村屋さんとやってたっていうのはどうやってたんですか？あ、もう普通に例えばこう、まあ、基礎的な運動とか家でその道場連れてって、道場の一般クラスフリーマットみたいな、フリーマットというか大人のクラスが始まる前ちょっと早く行って、ああ道場ずっと空いてる感じだったんで、あの夕方くらいから、なんで最初のそれでやったんですか？そうです、すごっよくそれで試合出ましたねなんとかなんだろうと思ってなんともなんなかったですなんともなんないですよそれはそれすごいっすね。今考えたらなんか今やっぱもうちょっとやっぱ言うじゃないですか、うん、いや北海道でやる大会とかは、まあ、発表会みたいなもんだからみんな出ようって言って声かけて出たりとかするんですけど、さすがに全日本とかだったらいやもうちょっと早いですねとか、高いですもんしかも当時って白帯と灰帯と混合すですよね。白灰黄まで一緒ですよね。そうです、いやあの時ちょっと気の毒っていうか、白帯で初めて出ること黄色帯でガチンコでやってる子が1回戦で当たったりとかしたら、そりゃ勝てないでしょっていう時代だったんですよね。そっかそっか。それで、キッズの柔術をやろうっていうのがきっかけなんですか？あ、そうです。キッズもただこう、ただやろうと思ってもやっぱ集まんないじゃないですか。うん、じゃあどうしたらいいのかなと思ったら、やっぱどっかでやるしかないなって思って。うん、でも自分でやろうって。そうですね。すごいな。え、最初、まあ、どっから始めたんですか？その道場やろうってなった時に。物件探しですよね、もちろん。まあ、物件探しですね。自分で不動産屋。そうです。不動産屋さん行ってというか、もう本当、見て内見したいって連絡して、うんうん、でいろんなところを見に行ったんですけど、うん、何やるんですかって言われて、うん、あの格闘技のジムをって言ったら、うん、いやちょっとって、多分ダメだと思うんですけど一応聞きますんで、多分聞いてないと思うんですよねとりあえず門前払いされて。いや、そうですね。うん、で、なんか、そっちプロじゃないですか。うん、要は。だから、うん、じゃあ、OK なところを探してきてくれって言って。あ、逆に。もう宿題みたいな感じで。もう、あんま期待してなかったですよ。うんうん、そしたらもう、1週間後ぐらい、オーナーが OK 出ました、みたいな。今の1店舗目の。そうです。で、今の1店舗目の2階だけだ。あ、最初2階だったんですか？そうです。で、2階で、で、下が空いたんで下も一緒に借りて。あ、じゃあ2階で最初柔術やってたんですか？そうです。2階で柔術とキックとこう、一緒にやってたんですか？あ、で、その後に1階いたんですか？1階空いたんで、1階そのまま、じゃあ貸してください。ああ。1階と2階が今だから道場になってるんですね。そうですね。すごいなぁ。まさかそんなことになるって想像してないですよ。いや、そうですね。ここ空いたらいいよねなんて話してたら、まさかの1年後に空いたっていう。やっぱ運だな。運も実力のうちとは言ったもので、うん。それが結果的にめちゃくちゃ良くなったってことですよね。そうですね。なんかやっぱガラス張りじゃないですか。はい、1階のガラス張り。あれ超良かったなぁ、はい。無料の広告ですよね。ねえ、はい、でしかもなんか綺麗だから、なんだここはって、なんその柔術みたいっていうよりも、うん、こうかっこいい感じじゃないですか、看板とかも。から、ちょっと気になって覗きますよね。うんうん、覗いてくる人とかいますよ。いや、います。やっぱそうっすよね。はい、見学してもいいですかとか、子連れの人とかもそうだし、うん、まあ、たまに酔っ払いも来るんですけどね。ぶっ飛ばすんですか？いや、ぶっ飛ばすんです。酔っ払いも来るから。酔っ払いも来ます、ね。確かに、はい。あそこまでガラス張りだと、はい、入りやすすぎますよね。そうっす。うん。アットホームな雰囲気あるし。そっか。まあでも、それぐらい入りやすい雰囲気ってことなんですよ。多分、入り口が。まあそうっすね。うん。大事っすよね、それ。いや、大事っすね。普通の格闘技ジムだと、その入りやすさないから。結構、割とこう、閉鎖的ですよね。うん、そう。閉じてっていう感じだからね。で、2店舗っていうか、1回、2回やって、で、今回3店舗。そうですね。今回5年、6年目ですね。もう少し7年。丸7年。7年目になる。7年ででも2店舗すごいっすよ、ね。いや、早いっすね。
かなり早いですね。早いと思います。なかなか聞いたことないです。すごいっすね。よく考えると、それ。シンプルに。で、まあ、室屋さんは、今もね、夕方ぐらい、3時ぐらいなんですけど、今日もね、お仕事をしてからね、ね、本当にわざわざ、お仕事終わりに来ていただいて、空港まで送っていただいてるんですけど、本業があるんですもんね。本業はそうですね。本業は何なんですか？肉屋ですね。肉屋さん。おかちくさん。おかちくさんですよ。これがまたびっくりじゃないですか、これ。これ知らないんですか、みんな。ね、もう、こいつだったのかみたいな。そう。え？みたいな。え、おかちくさん、結構柔術の人知ってる人多いと思う。いや、そうですね。うん、結構僕も、室屋さんと会う前から、おかちくさん知ってましたんで、うん、まあ、おかちくさんっていう、肉、牛のね、ロゴとかがすごいインパクトあって、お肉が美味しいっていうので有名で、まあ実際めっちゃ美味しいんですよ。で、知ってて、あ、室屋さんなんだって。今の話聞いてても、多分、もう室屋さん道場の経営しかしてないと思うけど、みんな。いや、そうっすね。そう。いや、じゃあ6、7年前まで何してたのって、みんな多分思ってると思うんですけど、なんなら今もお肉屋さんやってますもんね。しっかり肉切ってから来ました。肉切ってけ。朝の何時からですか？朝6時半から。6時半から、お肉切って。そうですね。ああ、来てくれてるわけですけども。そう。だから、平日は仕事ですか？そうですね。日曜日以外は。あ、日曜日以外？土曜日も仕事？土曜日も仕事です。日祝以外は仕事ですね。へえ、はい。月から土まで基本仕事なんだ。そうですね。すごいっすね。なんで、僕金曜日だけクラス持ってないんですけど、どっちも仕事と考えたら僕、一週間一回も休んでないんですよ。確かに。いや、どっちもだって仕事ですもんね。いや、まあそうですね。すごい体力ですね、そう考えると。いや、たまに心配されますけど。大丈夫ですか？いや、全然大丈夫です。もうやりたいことはやれるうちにやろう。だって、ここまでね、もう道場もうまく回ってる中で、ちゃんと平日もお昼も仕事されてるっていうのは、なかなかこう、ないというか。どうなんですか？やっぱ両方やってることが楽しさでもあるんですか？なんかもうそうですね。まあ、ここまで来たらもうとことん兼業でもう、突き進んでやろうみたいな。すげえ。なんかどっちかに振り切るとあんま良くないなと思うんですよ。うんうんうん、なんか、要はね、道場が忙しいから、じゃあもう道場だけやりますとか、うん、肉屋忙しいからもう道場誰かに任せて肉屋だけやるっていうのは、なんかちょっと自分じゃないなって思う。おね、バンドもそれで趣味でやったりとかね。バンドも。すごい。なんかそうやっていろんなことやってるからこその強みだなって、室屋さん。いや、すごいな。なんかいろんな世界にこう、友達とかできるじゃないですか。うんうん、多いですよね、だから。昨日も話聞いてても。デザイナーさんとか、はいはい、刺繍屋さんとか。あ、そうか、ね。そっちから繋がることもあるのか。うん、お肉はもう、お肉切るんですか？切ります。あれって免許いるんですよ、ね、いや、免許いらないです。いらないですか？いらないです。へぇ、はい、じゃあ、切って切って、はい。美味しいんですよね、あれまた。めちゃくちゃ美味しい、ね。ここら辺にやっぱ出るんですか？出ますよ。ドンって今、多分、おかちくさんって。ほんと買ってほしいです。僕も前、冷凍で購入させていただいたんですけど、めっちゃ美味しい。味がついてるんですよね。もう、そうですね。なんだろう、解凍してやるだけで。で、だから米とめちゃくちゃ合うんですよ。豚肉とかもあるし、はいはいはい、ラム肉もめちゃ美味しいんですよ。なんで、ぜひね、これ見て興味もある方は、あれって発想も室屋さんやってるんですよ。そうです。そうですよね。いや、だから僕普通に EC ショップで、買ったから、はい、気遣わせてもあれだからって言って、室屋さん連絡せずに買ったら、室屋さんがなんか多分やってくれてんだろうなっていう、連絡もわざわざくれて、あ、マジかみたいな。あれは、職場っていうか事務所のとこから送って。あ、そうです、そうです。店先から発送してます。店先、そして、全国に。全国に。全国に。いや、ほんと全国に送ってますね、今は。それは始めたのはどれぐらいなんですか？ EC ショット始めたのは、どう何年前だろう？ 7 年とか8年ぐらい。じゃあ、道場やるちょっと前ぐらい。そうですね。もうちょっと前かな。10年までは経ってないと思うんですけど。でも、あれも冷凍のなんだろう、パック作ったりとか。もう、そうです。工場でやってて。別の工場があるんですか？いや、そう。会社の中で。会社の中で。すべて？そうです。全部手作業だ。全部手作業。工場相当大きいんですね。でそんなに大きくないんで、今日はこれやるとか、明日はこれやるとか。大体6時半か何時ぐらいまで？店閉まるのが5時なんですよ。なんで、まあ5時から6時ぐらいの間に帰るみたいな。ご飯食べて、道場。すぐ行って。で、キッズクラスです。そうですね、キッズやって。キッズ何時からやってます？キッズ7時からですね。なんか。結構遅めなんですよ。そうなんですよ。これ多分、これも北海道あるあるだと思うんですけど、うん、共働きの人がかなり多いですよ。確かに。だから、5時半とか、見た5時半とかですよ。見た5時半。5時半とかだと多分集まんないですよね。遅れない。遅れないって。うわ、それまた発見だわ。いや、ちょっとびっくりした。7時って僕らがもう大人クラス始まってます。だってなんなら6時台から大人クラスやってるとこもありますよ。し、キッズは早いとこだと4時とかありますよ。あ、そうっすよね。はい。5時とか。もう4時になったら多分誰も来ないですよね。まあ、現に来なかったっすよね。4時。あ、やってた？ 4 時やった中学生とか高校生向けの
4時ぐらいにやったんですけど誰も来なくて結局、7時からキッズなんだ。はい、8時半ぐらいまでですね。はあ、でも結構やっぱ来ますね。来ます。何人ぐらいいます？今で35、6人ぐらい。すごい、ほとんど来ます。いや、なんかそう、はい、昨日僕も行って思ったんですけど、はい、出席率めちゃ高くないですか？出席率会員さんの、うん、あれすごいっすよね。なんか俗に言うその幽霊会員的な人があんまいない感じがして、はいはいはい、うん、昨日めっちゃ人来てくれてたし、ね、で今の話もキッズが毎回そんだけいるって、そんなに来るんだ。で村さん一人教えてるんですか？キッズはだいたい2人から3人で。あ、結構やっぱちゃんと人数入れてる。そうですよね、なんかあっても困るから。うん、大人は1人でやってますけどね。うんうんうん、キッズはじゃあそれぐらい、うん、7時から8時半ぐらいまで。8時半まで。え、大人クラスは？大人はその後8時半からスタートみたいな感じですね。から1クラス。はい、1クラス8時半。でもまあ、キッズ毎日やってるわけじゃないんで。ああ、そっかそっか。そうそう、月水金とか。あ、じゃあその時間が大人のクラスが、はい、川木道とかで。キッズがあるときは大人クラス1つ。そうですね、後ろに1つ。うん、でキッズがない時は2つぐらい。そうですね、7時から要は大人のクラス始まって。すごっ。なんか大人も子供も7時からがすごい集まるっすね、うちは。やっぱその時間通いやすいんだ。で基本車。基本車ですね。タトルも確か車だった。うん、あそこっていうか車だよな多分。なんかこういう幹線道路沿い。そう、道路沿いにあるから逆にまあ行きやすいのかな、そっちの方が。でもあるはファイトジムベースも道路沿い、ね、そうですね、基本は幹線道路沿いに。幹線道路沿いだ、はい、ローザもだってそうですもんね。そうですね、なんか人が多い道場って今んとこそんなような気がするな、うん、まあ、やっぱり道路沿いでアクセスしやすい。小道入るとちょっと分かんないですよね。ですよね。いやでも都内の道場とか結構出稽古行くんですけど、うん、分かんないですもんね、初めて行ったら。やっぱりそうそう、だから都内って多分もう調べてね、 SNS とかホームページ調べていくみたいなのが多くて、 で地方はどっちかっていうと看板を目にして、うん、知っていくみたいなのが違いかなと思う。地方でやるならやっぱ看板をドカーンってやった方がいい気がしますね、なんかね。都内だとなかなかその看板ドカーンで見られていくってないと思うんだよ。すごいな。とかもうキッズのその充実やるっていうのがきっかけで室谷さん始めましたけど、はい、もう実現できてるってことですか？で、そうですね、息子さんも強いし、はい、ね、練習仲間をたくさん作るっていうところは、うん、まあ、うん、まだまだ全然もうちょっと増えてほしいですね、やっぱ。でも他にキッズは、北海道のキッズ人口自体多いんですか？いや、増えてきてますね、本当に。今まさに増えてる最中。最中なんだ。成長段階。いろんなところで今 やっぱやり始めてたりとかしてるんで、盛り上がってきてる、まあ、大会にはなるようになってきたかな。おお。ただでもまだこうね、本来のカテゴリーで試合が組めてなかったりとかするんで、こうそこはなんか僕ら体重を上げてとか、そう、先生同士で、あ、話して、ね、この子とこの子ちょっとここに入れたいけどいいとか、なんかうまくやってますね、今のところは。なるほどな。でってなるとやっぱいつも室谷さんみたいにみんな北海道から東京とか大阪とか名古屋に遠征行くって感じになっちゃう。まあ、そうです。でもあんまり、それもあんま行ってないですね。行かないですよね。行かないですね。でも今年、ちょっとうちは、はい、みんなで、秋口みんなで行こうって言って、もうかなり参加しますみたいな感じで。ホテルも。9月のやつですか？あと11月。なんかちょっと後ろに、9月は北海道でも大会あるんですよね。あ、そうなんですか。だから、まあ。11月何ありました？ 11 月の ASJJF のアジア。うん。名古屋でやります。名古屋のやつか。はい。それをみんなで行こうって言って、もう結構な。何人ぐらい？ 10 人ぐらい？いや、もうちょい行くと思うんすね。あ、そんな行くんだ。はい。いや、じゃあ北海道で大会やりましょうよ。あ、いいっすね。ね、お前らが来いって感じっすよ。いや、でもそれ北海道多分行きたい人多いと思うんですよ。あ、まあそうっすよね。いや、僕今回今、北海道に行ってたらみんな、めっちゃいいな、いいなって。行きたい行きたいっていう。だから、みんな多分その、行っても、どこの道場があるかとか、うん、行く、なんか、あんま、わかんないと思うんですよ。うん、でも僕も正直、室谷さんと会うまで、北海道にどこに道場あるのか知らなかったんですよ。ああ、そうですよね。うん。だからもう、北海道といえばもう、室谷さんのアルマファイトジムベースがあると。まあ、他にもいい道場いっぱいあると思うんですけど、はい、まあ一つ、ここを目指してきてください。キッズとかも多分お父さんお母さんとかも行きたいと思うんですよ、北海道。まあ、旅行がてら来てくれるのは一番いいですよね。はい、ですよね。はい、もうススキの行っちゃってみんなで。いいですね。そ、はい、楽しいじゃないですか。楽しいです。絶対。しかも試合会場大体街中なんで。そっか。近いんだ、じゃあ。近いです、近いです。
だから北海道で大会やりますって言ってね、僕と村屋さんと高山さんも呼んで、あ、いいですね、みんなでもう熊本も熊本からも熊本からも来て、まあ東京と熊本とからも来て、まあ大阪とか名古屋とかいろんなとこ来て呼んで、まあ今ってそれができる時代じゃないですか。あ、そうですね、こうやって SNS とか、うん、それこそ YouTube 発信もできるから、だから昔ってそれが難しいんですよね。なんかあんまりメディアっていうのは発達してなかった、はいはいはい、SNS とかが、まあ今できる時代だから、なんかこれをうまく活用して札幌盛り上げたいですよ ね。 そうですね、めっちゃいいもんだって僕超好きになりましたよ。道広いしこのこの広さですよ、道の涼しいし、あ、そうですね、涼しいっすね、めちゃ涼しい、夏なのにこんな涼しいのって、みんな来た方がいいっすよ本当に夏なのに涼しいっすもん、最高。僕は逆に行きたくないですもんね。いや行きたくないっすよね、あんな暑いとこ、うん、ここに住んだら僕も行きたくなくなっちゃうわ、うん、それぐらい、まあ、冬がちょっと寒いですか。あ、そうですね、雪降っちゃうんでね、はい、冬になったらあっちの熊本に行っていいっすね。熊本雪降んないですかね。降んない、わかんない、あんま降らない、年に1回とかですかね、降っても降るのかな、うん、まあ、それぐらいいいっすよね、熊本は逆に暑いから、あったかいから、うん、そっか、夏は北海道来て冬は熊本行きますから、ね、まあ、それでいいのかな。そう、まあ、そういう感じでやっていますっていうところでですね、まあ、札幌はいい街ですよ。なんか今後どうしていくんですか、これ。今後ですね、まあとりあえず今2店舗目オープンしたんで、2店舗目をちゃんとこうしっかり回せるように、うん、と、まあ、新規で充実始めたいって人をやっぱたくさん獲得できるようにです、ね、うん、発信とかももちろんね、して、うん、いこうかなと。ちなみにその集客は何が一番多いですか。え、ホームページですか。何が多いですか、ね、SNS は多いような気がしますね。問い合わせも、まあ、DM で来ることもあるんですけど、やっぱあるんだ。あのなんか Google の広告とか、はい、ああいうのも使ったりとかしてるんで。へえ、あそこから来る人もいるんですか。います、います。なんかもう何でもやれることは結構何でもやってる、うんうん、どっから来るか分かんないですよね。いや、そうなんですよ、いろんなとこから来るんだ。で、電話とかもあります。電話もありますね、うんうん、はい、ただあの僕ずっと道場にいないんで。確かに出れない時があるんで。お肉やってたら、ね、いや、そうなんですじゃあなるべくなんか問い合わせのメールの方がいいですねでは、まあそれで増やしていきつつ、まあ、どんどん増えていくんですか。じゃあどんどん増えていこうかなと。これもちょっと違うエリアで、また X では言ったんですけど、うんうん、まあニセコエリアでちょっとやりたいと思って。おお、ニセコ、ニセコエリア。なんでニセコなんすか。やっぱ外国の人多いくて、まあ、充実やってる人もかなりいるっていう話なんで。外国人で。そうですね。で、やれる場所がないみたいな。もうやるしかないです。やるしかないです。え、だって、まあ、言ったら、昔の東京というか、日本に近くて、はい、要はないからやれば人来るって話。ああ、そうです、ね。なんか、トイカツさんと対談した時も、もう昔はなかったから、うん、もうやればそこに来るって言ってたんで、うん、まあ、まさにブルーオーシャンですよね、はい、今、はい。いや、今、本当北海道まさにそうですよね。うん、だってどこに出してもほぼ少ないから。そうですね、競合がない、1個しかないとかそういう感じなんで。ですよね。だし、なんか2つとか3つとか増えることによって良くなると思うんですよね、うんうん、要はちゃんとやらないと。そうそう、お互いにね、競争が生まれますもんね、うん、いや、そうならんとダメっすよね。いや、そうです、それはもう間違いないですね、うん、そう、だからどんどん増えてほしいな。そっか、じゃあニセコにも、ニセコにもちょっと道場としてはまだちょっと行けないとかかなと思うんですけど、うん、まあレッスンに行く感じでスタート、うんうん、体育館とか。そうですね、でスタートできれば。もう見てきてはしたんで、体育館は。あ、下見はしたんですか。下見はしたんですね。いい体育館ですか。結構広かったですね。あとやっぱ涼しい。もっと、札幌よりもっと涼しい。あ、ニセコは。ニセコは。あ、そうなんですか。やっぱ緑が多いんで。ロケーションもすごい良かったですね。あの羊蹄山って一番エゾ富士って呼ばれてる山があるんですけど、うん、その麓、体育館からのそのエゾ富士が見えるんですよね。すごい。いや、本当にすごいと思います。自分でもすごいと思います。そんなところに体育館あるんですか。あるんですよ。すごいっすね。それは、ニセコ市がやってる。それはね、くっちゃんっていう町があるんですけど、ちょっと呼び方難しい。くっちゃんっていう町があるんです。くっちゃんがやってる。くっちゃんの体育館が一番いいですね。アルマファイトジムベース、くっちゃん。くっちゃん。またなんかちょっと、花の名前、花とか木の名前ちょっとつけに行こうかなと。いいっすね。はい。だからもうそういうシリーズで行こうかなと、今後。あ、花とか木の名前。そうですね、植物系で。何なんですか、ニセコだと。ニセコは何だろう。なんかちょっと調べたら、ジャガイモって出てくるんですよ。めっちゃダサいじゃないですか。ポテト。あれはファイトジムベース、ポテト。いや、それはちょっとな、どうなんですか、ポテトは。
まあいいけど、うん、そっか、ポテトか。ポテト。まあでも、いいと思います。アルマファイトジムベース、ローザは、バラです、はい。あ、そうです、バラです。あそこの地域。そう、白石区の。白石区が。花が、バラ。花がね、みんなバラ好きなんです、ね。みんなバラ、だから植えてるんですよね。はいはいはい、いろんなところで。なんでなんですかね。そんな。いや、そのバラ、なんでバラなのかの由来まではちょっと調べてなかったんですけど、やっぱこう名前を考えるときに、区のホームページとか見て、うん、で、たまたまこう見てたら、うん、バラですって。白石区の花はバラですって書いてあって、これだみたいな。いや、すごい。それめちゃいいアイデアと。結局、その特に地方って、そこの地域に根ざした道場になるから、うんうん、はい、絶対そっちがいいと思いま す、 そうす、ね。東京だと逆にそれができないんですよ。だってそこに住んでる人が多分来ないですよ、あんまり。出勤とか、その会社の行き来で来る人多いから、はい、そこの地名の由来とかつけても、対して、あ、そうですか、みたいな。うん、感じになっちゃうから、そのめちゃくちゃいいと思いますね。その地域に根ざしたその植物を使うっていうのは、はい、あの看板も1階の看板あったじゃないですか、うん、あれとかも着くまで何とも分かんなかったですよ。着いたらめっちゃマッチしてると思って、街に、うん、かっこいい。あれいいっすよ。確かに、あ、よかったと思って、あれで興味持ってね、入ってくる人いるかもしれないですもんね。なんか違和感なくて、なんか前から着いてたかのような、いや、それめっちゃ大事っすよね、うん、その いかにも昔からあったかのような雰囲気を出すってめっちゃ大事っすよね、はいはい、昔から、ね、ここの地域に根ざしてたのみたいな。なるほど、ね、白石っていうんで、初めこうホワイトストーンとかなんかあるじゃないですか。ああ、ホワイトストーン、もうダサいなと思って、まんまですね、それは。ホワイト白石まんますぎますね。それをなんかポルトガル語に変えたりとか、それでもなんか変だったんですよね。やっぱ村屋さんクリエイティブが強いっすね。なんかそのアイディアっていうか、はいはい、なんか そこがすごいなって思いましたね。なんか多分柔術以外にもやってるっていうのが強みですよね、はい、なんかあんまりここまでそうやってアイディア思いつかう人っていないと思う。 T シャツデザインする道場の代表ってあんまりいないですよね。いや、間違いないっすよ。そう、 T シャツ漫画作ってね。あ、ちなみに自分で吸ったりしてますからね。それすごいっすよね。シルクスクリーンで。シルクスクリーン。そういう人もね。それも EC のショップやってますもんね。そうやってます。ブッチャーズ。ブッチャーズですね。まあもう何でも屋さんですよ。まあそんな感じで。まあいろいろ今回もまためちゃいいお話聞けたんで、ぜひ北海道にこれから柔術やる方も、もしかしたら調べてね、これの YouTube がヒットするかもしれないんで、うん、そうなったらぜひこんなすごい面白い方が代表やってるジムなんで、まあ僕もめちゃ良かったと思うのでおすすめですよ。で、東京とかまあ地方、ね、北海道外から来る人はぜひアルバファイトジムベースで問い合わせがあるんですかね、レゲエコ。あ、ありがとうございます。レゲエコやってます。レゲエコやってます。あ、はい、本当ですか。ぜひレゲエコ、はい、来て。お肉も買って帰ってください、はい、今度来やすくなりますよね、出稽古の人も。何ですか？駅から近いんで。あ、ローザ？ローザ駅から。あ、そうだ、そうです、電車で来れるんだ。そうです、そうだ、そうだ、ローザの方だと電車で来れるんで、そう、ちょっとあの千歳空港からやっぱ遠いんですね、札幌がね。あ、はい、それが全然僕は知らなかったんで、まあレンタカー借りて来ますよ、次は、うんうん、という感じで、ぜひ皆さん、まあ、もし僕とかに聞いてもらっても大丈夫なんでお願いします。そんなわけでありがとうございました。ありがとうございました。